はい、皆さんこんにちは、ペッソでございます。探偵神宮寺三郎、夢の針に第3回目やっていきたいと思います。で、前回は不審人物のね、まあストーカーということですね、今っていうその人物のちょっと調査をしたんですけど、どうもちょっと依頼人が考えてた人物ではなかったということですよね。まあそれはそうと解決したので、まあ、そのまま一旦捜査終了という形にさせた後からのスタートとなります。まだあれが出てくるのかな、あの経過ですね。まあ一応バッとね、永田由香から受けた依頼は彼女をつけ回す不審人物を捕まえることですね。で、依頼自体は大きな問題もなく終了。永田由香に憧れる高校生が不審人物の正体と。それより永田由香という一人の人間と知り合えたことが今回の依頼の一番の収穫だったと。で、その依頼から3日ということですね。はい。で、次ですね、17日なのかな、そうですね、3日過ぎてるから、はい、ということでね、電話がかかってきましたので電話を取っちゃいましょう。ちょっとたかし、まだあんたまだ家にいたの、信じらんな。え、探偵事務所ということで間違い電話ですね。ちょっとかな、こう番号間違ってるよと。あなた神宮寺さんと。はい、私知人からあなたの噂聞いたの、ハンサムな探偵さんがいるって、ぜひお願いしたいことがあると。はあ、そりゃどうもと。そういうことでしたら、え、どうぞね。今度はもう出てもらうんで、お出かれるとろくなことがないだろう。ん？あらららということでね、そのゆかさんが昨日から行方不明と。はい。あの斉藤敏夫、まあ高校生の彼ですね、彼女の失踪に関与しているのなら、この事件は俺の甘さが招いた結果なのだ。見覚えのある後ろ姿だとね、クマさんと。ああ、野田さんも一緒ですね。ああ、妹さんですね。昨日の夜から連絡がないと。
金を探してくださいとね。はい、サイトのところ行ってみましょう。まあそうですね、弱そうな彼でしたからね。なんか坊ちゃんみたいな感じですね。この前はすごく感じが違いましたけどね。そうですね、まあ今ならあらぬ疑いをかけられる前に君を助けることができる。昨晩の君のアリバイを教えてくれと。そうすればあとは俺が何とかすると。それなら一生できますと。昨日の夕方から今朝方までコンビニでバイトしていましたって。すぐにそこにあるコンビニですと。彼の性格に多少の問題は残されているが、少なくとも嘘をつけるタイプじゃないと。アリバイの立証ね。はい、コンビニですね。別に依頼を受けてるわけじゃないんだろうと。両国の友人で放っておくわけにはいかないとね。お前さんならそう言うと思ってるんだよね。はい、ということでね、移動ですね。Thank you.
前々日のね、ゆかさんの行動ですね。あ、神宮寺さんが3日前にうちに来た後で姉が変なことを言ったと。ちょっとなんかね、どっか行ってたみたいな感じですよね。神宮寺さんが探してくれた人も私をつけ回してたらしいけどということですね。神宮寺さんが探した人もということですよね。ということはもう一人心当たりがあるんじゃないかということね。他にいるかどうかはわからないけれど気のせいって言ってますよね。言わなかったですよね。で、なんでそういうこと言わないかなと。ほう。すごく怖い顔をして部屋で何か見てたんですよね。髪切れピンク色の手帳かなんかの切れ端だったように思いますと。お金は何とかします。お姉ちゃんを探してもらえませんかということですね。先日君の姉さんから十分な報酬をもらっていると。俺がもっと詳しく話を聞いていればこんな事件に起こらなかったかもしれないとね。はい、ということでですね、そうですね、今はわずかな手がかりでも喉から手が出るほど欲しいと。はい、ちょっと創作パートになるんですけどね、まあ、前の変な 3D よりは全然マシだと思います。はい、サイドテーブルね。写真ですね。で、雑誌。
まあいろいろね、まあ、探れるんですけどね。ああ、この辺もちょっと調べといた方が良さそうですね。机の下、椅子、コンセント、ゴミ箱、雑誌、はい、科学の本を取り上げたとき、小さな紙切れがページの間から床の上に落ちたと。これですね。PCD。化学式、化学物質の名前かということですね。まあ、もしかすると確かにね、無駄に終わるかもしれませんけどね。さあ、これがですね、斉藤敏夫とは別人だとすると彼女をつけます本当の不審人物は一体ということですね。で、謎の言葉 PCD ですね。さあ、これが失踪に関与してるのかどうかということですね。あ、ということでね、このパートここで終了ですね。では次 C の方に、はい。はい、ではですね、次のパートはまた次回にさせていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。